アルジェのイタリア女は、ジョアキーノ・ロッシーニが作曲した二幕からなるオペラである。序曲は、演奏会で演奏される有名な楽曲である。1813年の4月の末頃に、サンベネデット劇場で上演が予定されていた、作曲家、カルロ・コッチャの新作オペラの完成が間に合わないという事態が発生し、工業主のジョバンニガ・アロはこの事態を回避するために、 急遽代役として、当時21歳のロッシーニに新作を依頼する。ロッシーニは依頼を承諾し、4月の末頃に着手し、わずか27日間で書き上げ、5月22日の初演まで無事に間に合わせたという。ただし具体的な依頼を受けた日時、及び作曲の着手をいつ行ったかについては不明である。なおロッシーニが使用した台本は、本来1808年に、 ミラノのスカラザにおける上演のためにルイージ・モスカが作曲した同一のものである。このオペラは8月16日にスカラザで上演され人気を博している。1813年の5月22日にベネツィアのサンベネデット劇場でロッシーニ自身の指揮によって行われ熱狂的な大成功を収める。初演はイタリアの各地で大評判となり後に ドイツのミュンヘンとフランスのパリで上演がなされているが、ドイツとフランスでロッシーニのオペラが上演されるのはアルジェのイタリア女が初であった。その後、1830年までヨーロッパとアメリカで頻繁に上演され、一時期ロッシーニの人気が低落した時期でも演目から外れることがなかったほどである。アンジェロ・アネッリがルイージ・モスカの同盟のオペラのために書いた台本と、 意外なソリーマン2世の美しい女奴隷、ロクセラーナという伝説に基づいて書いたもの。その他、ハーレムの新官たち、アルジェの海賊たち、イタリア人の奴隷たち、パッパターチたち事と場所、1805年頃のアルジェ女曲は弦楽によるピアニッシモのピッツェカートで、始まる、女装部は、主部に続くアレグロが、展開部が、 簡略化されたその他形式によって書かれて明るく躍動感に富んでいる。演奏時間は約8分。ありがとうございます。